とだけ味見します。美味しい。こんにちは、よしこでございます。今日こういった材料が揃ってるんですけれども、春巻きの皮があるということは、今日は春巻きを作っていきます。僕の料理っていうのは基本的にダイエット料理を発信しているので、じゃあどういう春巻きにするかというと、おからがあります。これでちょっとね、うの花みたいな感じでおから春巻きを作っていきたいと思います。なので材料としては、おからの他にはごぼうと人参とこんにゃくもちょっとだけ使いますかね。僕のチャンネルでは基本的にはダイエット料理など発信してますので、参考になった方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはインスタとツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではやっていきます。まあこれもね、適当に切ってもらえればいいかなと思ってます。なのでそうですね、4分の1カットぐらいにしてから薄切り、まあいちょう切りっぽくなれば大丈夫です。はい、こんな感じで。それでは今度はごぼうですね、1本使います。ちなみにこれ洗いごぼうです。だから何というわけでもないんですけど、このごぼうはね、しっかりと食感を残したいというかね、ゴリゴリと食べたいので、一回これぐらいにカットします。そのまま縦に切っておきます。で、僕がね、こういうメニューをね、やるかっていうとね、昔働いてた居酒屋のメニューで、ごぼうの春巻きがあったんですよ。それがすごい美味しかった記憶があって、で、それはね、ヘルシーだなと思ったんですよね、最近思い出して。なので、やっていこうかなと思います。ちなみに、そのごぼうの春巻きはかなりビッグサイズだったんですけど、今日のは普通ぐらいのものに仕上げてれたらなと思います。では、OK です。もう本当にこれぐらいでいいと思います。ちょっとアクセントでプルプルっと入ってる程度で、よいしょ、薄めにカットします。で、半分にしてと、まあ、これでいい感じです。水を 150ml 入れて火にかけます。で、もうこの時点で先ほどの材料たちをもうドザッと入れて、ではしっかり熱通します。で、アクとかが出てくるかもしれませんけれども、特にアク取りはしないかな。まあこんにゃくとかのアクも入ってるかもしれないけど、そこまでしなくても大丈夫だと思います。それも栄養の一つだと思って、特にごぼうはね、アクが栄養って言いますから、あんまり取りたくないんですよ。薄くは切ってるのですぐに火は通ると思うんですけれども、まあそれでもシャキシャキにはある程度しといて、人参とかはね、特にポロポロっと崩れるようにしてほしいなと思います。いい感じに火が通ってきてるんですけれども、まあ水の方がだいぶ少なくなってるので、プラス 50ml 追加で、まあ今まで 200ml は入れてるんですけれども、まあ飛んでますね、水分は。で、もう一度火を強めていただいて、この白だしですね、これを大さじ1杯入れていただきます。醤油大さじ1杯入れちゃいます。パルスイート、これも10から15グラムぐらい入れてもらいます。で、混ぜといて、だいぶ炊いたので、これ先ほどのおからパウダーです。これを投入します。火を止めて中へドーンで混ぜていきます。で、ちょっと水分足りないなと思ったら、この時点で様子を見ながら水を足してください。やっぱりね、炊いてる段階で水分が一気に飛んでしまうことはあるので、それでその時の加減によって変わってきます。なのでここからは好みで水入れてもらって、しっとりさせるか、ちょっとパサついたぐらいの方が好きかなっていう人はそれぐらいにするかで変わってくるのかなと思います。で、最後なんですけれども、アクセントとしてごま油、これをちょっとだけ回し入れてと、風味を出します。はい、OK です。春巻き使って巻いていきましょうか。ミニ春巻き作るわけではないので、普通に巻いていきましょうか。まあ、こんな感じで、まあ、好みの量、そしたら普通に巻いていきましょうか。よっ、
してこうしてこうしてでゆっくり巻いて、でここね止めるときなんですけれども、小麦粉じゃなくてこれね、オートミールの粉を溶いたものです。なのでこれをちょっとねちょいちょいちょいとここに塗って、小麦粉だとねちょっと糖質取りすぎるかなと思って、で僕今オートミール縛りみたいなことしちゃってるので、でこうやって閉じて OK です。ある分どんどん作っていきましょうか。はい、オッケー。焼いていきます。中の具自体はもう火が通ってるので、皮が火通ればいいぐらいかなと思ってるので、ごま油で軽くコーティングをしてもらって、でしっかり焼いていきます。つなぎ目の方を下にして、一回蓋します。このまま中火ぐらいで焼いていきます。ひっくり返していきましょうか。ジューって言ってるな。お、いい感じに焼き色ついてますね。ほ、ではもう一度蓋をして1分ぐらいかな、焼いておきます。おお、いい感じですね。なんかナンみたい。ではね、食べていくんですけれども、全部食べると多いので2本だけ食べます。では食べていきます。はい、ではお上がりなさい。いただきまーす。では食べます。一応味がもし足りなかった時のための塩です。かぶりついてみます。うんまっ。いや、これ味十分ありますわ。念のため塩もちょっとかけてみよう。皮のところがね味ついてないので、そこの部分にちょんちょんとつけて、あ、うん、これも美味しい。うん、てかめちゃめちゃ美味しいな、これ作って正解です。そしてオートミールのねふやかしたもの、おすすめです。本当に美味しい。さすが店長。いや、その働いていた時の居酒屋の店長がね食べさせてくれたの覚えてるんですけど、本当に美味しかったのを覚えてるんですよ。本当に美味しいな、これ。うん、欠点があるとしたら水分取られることです、口の中。ここはおからなんでしょうがない。だいぶお腹膨れてきた。繊維質多いからですね。ごぼうも入ってるし、胃の調子も整えれますね。では最後にいただきます。うん、よー、はい、ごちそうさまでした。美味しかったでございます。水分は炭酸で取る男。いや、本当にお腹が膨れた。じゃあいただきます。
ではいかがでしたか。今日はおからの春巻きということでやっていきました。めちゃくちゃ美味しい。おからってあんまり食べるのがね、そんなね好きじゃないっていう人いると思うんですけれども、めちゃめちゃ美味しい。もう栄養価もバッチリあるし、繊維質も豊富やし、イソフラボンボンやし、意外とね、ただタンパク質自体はねグラム計算したらそこまで入ってないので、後でまた別メニューとしてタンパク質取れる何か置いといてもらった方がいいです。もうお皿寿司1個置くだけで全然違うんで、これはぜひぜひ試してみてください。おから様様味は保証しますので、もうああいう味付けでやってみてください。でパルシートを使うのを必ずこれだけはね忘れないしてくださいね。砂糖で味付けするとちょっとねそこが台無しになってしまうので気をつけましょう。また次回お会いしましょう。バイバイ。